ゲマール、2012年、エルベ・ゲマールは、フランスの政治家。2004年から2005年まで経済、財政、産業大臣。国民運動連合所属。サボア県、ブールサンモーリス出身。パリ政治学院を経て1986年に、フランス国立行政学院を卒業する。クララ・ゲマールや片山さつきは、エナの同級生。エナ卒業後は、国家公務員として、 大倉省畑を歩む。1993年国民議会議員に当選する。1999年サボア県議会議長、2002年ジャンピエール、ラファラン内閣の農業、食料、地方問題省を歴任する。2004年11月、ニコラ・サルコジの公認として、経済、財政、産業大臣に任命された。就任当初は、 44歳の若さと、敬虔なカトリックで高級官僚でもある、クララ夫人との間に8人の子を設けていること、シラク大統領の意を受けて、減税に熱心なことなどから期待されるが、2005年2月16日、ルカナールアンシェネ氏によって、アパートの家賃、改装費、駐車料金などを、国庫から負担させていたことが報道された。 報道に対して、ゲマールの発言は2点3点し、さらにスキャンダルが続出したことから2月25日時にを余儀なくされた。ありがとうございます。